ちょっとなんか無性にグラタン食べたくなっちゃって、家にある材料がどれのものがあるかちょっと分かんないんですけど、適当に作ってみようと思います。冷蔵庫にキノコとですね、ハンバーグ用のミンチがあったので、これをトマトソースに使っていこうと思います。このゼーバーズのオリーブオイルおすすめです。まあ、これを適当に、まあ、これぐらい入れて、ちょっともったいないんですけどね、このハンバーグを使ってミンチを崩してね、焼いていこうと思います。そのままハンバーグでも絶対美味しいんですけど、ちょっとソース代わりにしたいので、ちょっと火を通していきます。イカリスーパーのねハンバーグも結構味付いてるので、これにちょっとキノコをね投入して、少し炒めてグラタンのね具にしたいと思います。ここでトマト缶をですね、入れていこうと思います。トマト缶投入。ここでちょっとコンソメを一つ入れて、ちょっと醤油を足して、胡椒も少々、胡椒もねちょっと入れて、いい感じにソースになってきたので、ちょっと弱火にしてしばらく煮込んでいこうと思います。さすがにマカロニは家になかったので、このペンネのねパスタを利用したいと思います。これもスーパーに売っていて、全粒粉だったから買ったんですかね、結構安かったです。パスタも 100g ぐらいね、ちょっと適当に入れていこうと思います。じゃあマカロニの代わりのパスタを投入します。あとはソースを、あとは適当に絡めて
耐熱皿に入れていこうと思います。最後にね、あとチーズもトッピングして出来上がりです。はい。